ここに一冊の本があります。コカ・コーラのすべてがぎっしり詰まった本です。例えばこれはボトルの歴史、今の形になったのは1915年だそうです。これはカレンダーの歴史です。コカ・コーラのことなら何でもわかる本です。コカ・コーラについて一市民の書いたこんな立派な本があるというのも、コカ・コーラにそれだけ歴史があると同時に、コカ・コーライコールアメリカ文化そのものだからでしょう。1886年といいますから明治19年、日本では文明開化華やかなりし頃、コカ・コーラは誕生したのです。今年はちょうど100年目にあたります。コカ・コーラどうぞ。 Oh, thank you。 このようにコカ・コーラは最初ソーダファウンテンでしか売られていませんでしたが、いつでもどこでも新鮮な美味しさを味わえるように瓶詰めにして、こうして馬車で運んだんですよね。そしてコカ・コーラは瞬く間にアメリカ中に広まりました。今では世界155カ国以上の人々に愛され親しまれるようになりました。昭和32年から日本でも生産が開始され、現在ではすっかり日本人の生活の一部となっています。こうして100年もの間、コカ・コーラが地球を代表するソフトドリンクとして世界中の人々に愛されてきたのも、厳格な品質管理のもと世界中どこでも同じ爽やかさを味わえるからです。では最後に珍しいものをご覧に入れましょう。宇宙用コカ・コーラの缶です。コカ・コーラ産業はもう21世紀に目を向けているんですね。コカ・コーラ100年、これからも皆様の憩いのひとときに爽やかさをお届けしてまいります。今日は天気としては最高ですね。そうですね、すごいラッキーですね。草野さんは雨男。大体晴れる方なんですよ。おめでとうございます。着きました。着きましたね、いやだけどこうしてみるとやっぱり素晴らしいですね。そうですね、前に見えるのが南アルプスなんですよね、みんなこれ3000メーター級の山です。うわ、こうして見てますと山ってとっても穏やかでね、美しいなって感じがするんですけど。そうですね、でも山の気象っていうのは変わりやすいですからね、だからそういう点では怖いこともありますね。やっぱりエベレストなんかはすごいんでしょう。そりゃなんていうか風速が時によっては80メーターぐらい。80メートルで温度はだいたいマイナス20度から50度いく時もありますね。でもそんなに厳しい山に挑戦し続けてらっしゃるわけですけどね、でもこの山との付き合い、いつ頃から始まったんですか。私はね、小さい頃親が、健康管理を目的に連れてってくれましたから、それからずっとです。今井さんね、山の持つ魅力っていうのはこれどんなところなんでしょう。一言で言うとふるさとです。山にいるともうそれだけでいいんですか。やっぱり自然と親しむ気持ちっていうんでしょうかね。そうですね、うまい。この清涼感がやっぱり何とも言えませんね。そうですね、この美味しさっていうのは炭酸が喉をくすぐる時のなんていうか爽やかさじゃないでしょうかね。ここに書いてありますね、炭酸飲料、成分は糖類、カラメル、天然カフェイン、香料、酸味料。炭酸がこの成分を引き立ててると思うんですよね。やっぱり炭酸がないとちょっとスカッと爽やかといかない。そうですね、炭酸飲料っていうとね、もうローマ時代からすでに飲まれていた文献があるんですよね。で、その頃は炭酸が含まれている自然水を飲んでた
そうですか。好んで飲んでたみたいですよ。でもそんなに昔から知ってたんですね、スカッとするってことをね。でもコカ・コーラできて100年ですが、その間世界中の人々に飲み継がれてきたってことは、コカ・コーラがいかに安心の飲み物かということの証拠なんですね。ああ、それはあのコカ・コーラの場合には中に入ってる成分がね、普段食べてるものと同じものですから。ああ、やっぱり洋の東西を問わず、美味しいものは美味しい、いいものはいいということですね。そうですね。ところでエベレストにもコカ・コーラお持ちになるんですね。はい、もちろんです。特にあの厳しい自然の中ではね、いつもの味というか慣れた味がストレス解消になるんです。あ、そうですか。そうするとエベレストで飲むコカ・コーラの味ってのはどうですか。美味しいですよ。で、あのもうコカ・コーラしか飲めなくなっちゃう人もいましてね。羨ましいですね。ぜひ私もエベレストで飲んでみたいと思いますけども、はい、あ、でも登れるようになるでしょう。私は今後楽園球場のダガウト前にいます。テレビの中継を見ておりますと、よく目につくのがコカ・コーラのこのクーラーボックスです。もちろんスタンドでは観客の皆さんがコカ・コーラを飲んでいる姿も見かけます。1試合で多い時にはなんと1万8000杯ものコカ・コーラが飲まれるということで、これだけの量を賄うということは本当に大変なことだと思いますが、実は後楽園球場の場合、球場の中にコカ・コーラの小さな工場があるんです。ですから観客の皆さんには出来たてのコカ・コーラを飲んでいただけるというわけですね。ところでコカ・コーラを作っている会社のことをコカ・コーラボトリング会社、あるいはコカ・コーラボトラーと言いますが、この番組のスポンサー名はコカ・コーラボトラーズと複数の形になっています。どうしてかと言いますと、コカ・コーラボトラーは全国に17社あり、その全てが地元の資本でできた独立した会社です。その17社が共同でこの番組を提供しておりますので、コカ・コーラボトラーズと複数の形になっているわけです。地域の発展なくして企業の繁栄はないというのがコカ・コーラ産業の企業理念です。ある一つの地域を販売地域にすることは、何よりもその地元の人たちと仲良くできることになるのではないでしょうか。コカ・コーラボトラーで働いている人はほとんどが地元の人ですし、必要な機材設備なども可能な限り地元の企業から購入しているんだそうです。さて、それではコカ・コーラボトラーと地元の人たちはどのように交流しているのか、コカ・コーラボトリングの工場から取材してみることにしましょう。何が一番印象的でしたか。こんな大きな工場なのにね、働いてる会社はすごく少ないですよね。瓶を一本一本チェックしていくところと人間の目で、それとあともう新幹線みたいにスピードでビューンって1分間1200本ですか。すごいですね。そうですね。コカ・コーラのお水はね、あの清潔なお水で作られているんで、安心して飲めるなと思いました。なるほど。皆さんとても感心していらっしゃいましたけど、今日はどういうグループでいらっしゃいました。はい、あのママさんバレーのグループです。ママさんバレーの。はい。いや、さすがに皆さん健康美にあふれていらっしゃいますね。ありがとうございます。全国17のコカ・コーラボトラーはそれぞれの地域でママさんバレーのためにちょっとしたお手伝いをということで、爽やかバレーボール教室を主催しています。今や各地で大盛況。サッカー少年たちのためには爽やかサッカー教室、あの有名なセルジオ越後さんが全国を巡回しながら開いています。こちらもパリだからです。こうしたスポーツ活動もさることながら、ご覧のような文化活動にも力を入れています。いかがですか。各地のコカ・コーラボトラーがいかにその地域の人たちと密接に結びついており、いかに触れ合いを大切にしているかがお分かりでしょう。さあ皆さん、それではコカ・コーラの100年をお祝いしてご一緒に乾杯しましょう。乾杯。乾杯。プルがやってくる。昨日は家族の一人として、今日は熱いステージで、明日は親善大使のように、世界中の人々と触れ合いの旅を続ける若者たち。アップウィズピープル。
Kiss me. Do a, do a, ah. Go kiss it. Do a, do a, ah.